ここがココミと約束した場所だな。旅人、ここのこと覚えてるか？この前渡津見島に来た時、ここを通ったことがあるだろ。あの時お前はメカジキ2番隊の隊長になってたよな。もうあれからだいぶ時間が経ってるから、抵抗軍の兵士たちがまだお前のことを忘れてないといいんだけど。渡津見島もきっと大きく変わってると思うぞ。近くを見て回ろうぜ。敵がこちらより多ければ突破を求むべし、敵がこちらより少なければ干渉を求むべし。海辺の敵、輸送船あり、船を燃やせば勝利をもたらさ。五郎様、結論は出ましたか？ああ、三五宮様の残した虎の巻をもとに推測すると、ファデュイの船が近くに停泊しているのがわかる。だからこそファデュイの奴らもあんなに突き上がっているんだろう。二手に分かれよう。一体が奴らの注意を引き、もう一体がその隙に後ろから回り込んで奴らの船を燃やす。そうすればきっと奴らも逃げられまい。いや、しかし三五宮様は兵力が不足している状況では兵を分断するなとも言っていた。付け入る隙を与え、総崩れを招いてしまうと。では救援を呼びましょうか？それでは間に合わない。奴らの動向を見るに、もうここを離れる準備が済んでいるだろう。三五宮様の虎の巻には外での作戦は急ぐべからずとも書かれてあった。兵力が足りない以上、今回は一旦諦めるしかない。ではあいつらをこのまま逃すというのですか？そんなの納得できません。実は三五宮様の虎の巻にはもう一言書いてある。窮地に陥りし時、援軍が現れ。だがいまいち意味がわからない。援軍とは一体？五郎、ここで何やってんだ？隊長、渡津見島に戻っていたんですか？助かった。やはり三五宮様の虎の巻に間違いはなかったようだ。ちょうどいい時に来てくれた。近頃ファデュイの残党どもに異常な動きが見られてな。それで今回俺たちは奴らの動向を探り、事前にここで待ち伏せをしていたんだ。だがこちらには兵を二手に分けられるような人数がいない。悪いが、注意を引きつける役を任せられないだろうか？わかった。ファデュイがまた何か悪さをしようとしてるのかもしれない。オイラたちも放っておけないぜ。よし、ことは急を要する。俺たちは後ろから奴らの船を燃やす。その後また落ち合おう。油断するなよ。俺たちも終わり次第すぐ戻る。どうやら抵抗軍のみんなはまだオイラたちのことを覚えてくれてたみたいだな。あいつらの手助けができるよう、オイラたちも頑張ろうぜ。